えー、今回紹介する動画はアラス憎むべきもののシリーズの9番となりますでこれはですね、あのーまあ、前回ね、あのー、マタイによる福音書の24章20節の中に出てくる「安息日にならないように祈れの」その前回の動画は安息日に関してねものすごく詳しく先輩の方が、あのー、説明してくださったんですけどもその背景を押さえた上でこの9番に入っていくわけですね。で まあこれをねあの改めて自分まあ勉強してまとめたんですけども、まあ、これによってねいろんな発見がありました実はいろんな発見がありましただから当然この動画自身ね自体もすごく勉強になるんですけども実はねここなんですけどこの動画はその確かにこのシリーズではこれが最終回なんですけども実はねこれが他のシリーズにねつながっていくんです。 あのイエス・キリストからこの週末に生きる、ね、我々への,このメッセージとかあの「ルシファー最後の切り札」シリーズとか、まあ、そういったところにね実はつながっていくんですねこれがよく分かります。であのこれはね自分自身がやっぱりそのまとめてもう一回ね真剣にやったことによって分かったんですけども、まあ、非常にこの動画ってね 最後締めくくるにはふさわしいですしここで終わりじゃなくて次に繋がっていくんだということが分かりますだからあの実は全部繋がってるんですね当た,、まあ、当たり前って当たり前なのかもしれませんけども全てが実はねそのループのように繋がってるんですよでこれは是非動画の方を視聴していただいて確認していただけたらと思いますあの本当にね今これタイムリーな内容なんですね とにかく新シリーズ今先輩がもう最後のシリーズを出してますけども、まあ、そこともかかってきますしえっ、ー、とねこのシリーズの,この9番ねこの,この動画を視聴するとさっき自分が言ったように全てのシリーズにかかってくるっていうことがわかると思いますあのその点をね是非この動画の方をあの視聴していただいて確認していただけたらと思いますあのものすごく勉強になりますで これを、ね、やっとくとものすごくまた皆さんの糧になりますし今後のね、まあ、このもう本当に大きな粉がね近づいている中であやっといてよかったと思える内容になると思いますね。本当にそれくらいすごい動画です。とにかく深い動画であの深い動画なんだけどもそれがさ次のねシリーズにあの全部にかかってくるっていうことがよくわかります。本当にね素晴らしい動画です。 あの一人でも多くの方にねこの動画をご覧になっていただきたいですしできればねこのシリーズは「あの神のブグ」シリーズと一緒でね是非一番から通してあの視聴していただけたらと思いますあの何回多分視聴してもね新たな発見がある動画だと思ってますまあほにね素晴らしい動画ですしあの是非 その素晴らしい動画を自分の糧とするためにあのノート等にねあのまとめていただければたと思います。自分自身の方もね、まあ、説明欄の方はまた書いておきたいと思いますけどもやっぱりねこういうのはね自分自身でやることによってあの身につくものだと思ってますのでこの点を本当によろしくお願いいたします。あの何、ー、て言うんですかね本当にねさっき言ったようにいろんなところのシリーズにかかってくる最後のこの動画になりますので ぜひ動画の方を視聴していただいて、この点をあの確認していただけたらと思います。ぜひ視聴の方をよろしくお願いいたします。今回は以上です。ありがとうございました。